安保と砂川判決の黒い霧という吉田敏弘さんの本をご紹介します。吉田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それじゃあ伺ってまいります。はいはい、でこの本のその中身がその砂川判決、ね、古い判決ですね、はい、1959年に、はいはい、でそのどうしてそのこの古い判決の本をですね、はい、まあ、お書きになろうと思ったのかということが、はいはい、まあ、そもそも砂川判決というのはどういう判決なのかということからちょっとご説明していただきます。はいはい、まあ、今東京地方裁判所でですね、2019年の3月ですかね、提訴した、砂川事件裁判国家賠償請求訴訟、まあ略称で砂川国賠訴訟という裁判が今進行中なんですね。でこれは、1959年12月16日に出された砂川最高裁判決という、その米軍の駐留は憲法違反ではなく、高度の政治性を有する日米安保条約は一見極めて明白に違憲無効と認められない限りは裁判所の司法審査権の範囲外という、うん、いわゆる、まあ、統治故意論という法理論を用いて、当時の田中幸太郎最高裁長官が、まあ、裁判長を行った、刑事事件なんですけど、それは事件自体は1957年のに起きた事件で、当時東京都北多摩郡砂川町、現在の立川市ですけれども、そこに、まあ、立川基地、米軍立川基地がありまして、その基地の、まあ、基地内の民有地、まあ、農家の土地をですね、米軍がまあ強制的に借り上げて使っていた土地を地主の持ち主が返還してほしいということで、まあ、裁判を起こしたんですけど、それに対してまあ強制使用の手続きを取るための強制測量を、まあ、政府、日本政府が行うと、それに対して、まあ、農民と労働者と学生が反対運動が非常に強く行ってて、その過程で、まあ、抗議行動をする中で、まあ、学生、労働者、農民の中から基地内に立ち入った人たちがいたんですね。まあ、それが砂川事件というんですけど、まあ、そこで、23人が逮捕されて、最終的に7人が起訴されて、ところが、まあ、東京の地方裁判所の第一審ではですね、まあ、無罪判決が出るんですね。まあ、東京地裁で、いわゆる、まあ、裁判長伊達明慶の名をとって伊達判決と呼ばれるんですが、うん、つまり、まあ、米軍駐留は憲法違反であると、憲法9条に違反をして、米軍駐留そのものそのものがですね、ですからそれに基づいて、米軍安保条約と行政協定、現地協定に伴う、まあ、刑事特別法という、まあ、米軍の基地に許可なく立ち入ったものを厳しく罰する法律があるんですけど、まあ、それに違反したということで、まあ、逮捕されて起訴されたんですけど、それは、それはまあ無効であるということで、無罪が出たんですね。あ、そもそもその米軍が駐留していること自体が違憲だから、その特措法というのは、はい、まあ、成立しないんだと。そうですね、だから無罪なんだという判決を東京地裁が第一審で出した、それが伊達裁判長の、はい、1959年3月ですね、伊達判決で、それ を、まあ、覆したのが59年12月の砂川事件最高裁判決ですね。その普通その地裁から高裁行って最高裁行くんです。高裁はどういう判決？これはですから、まあそこは高裁を飛ばしてですね、徴約上告という異例の判断を日本政府、国側が、まあ、検察側して行ったんですけども、そうするとその伊達判決と東京地裁がその米軍の駐留は違憲であるというのはものすごい衝撃だったわけですよね。そうですね、だからまあ日米両政府米軍に対して大きな衝撃を与えたんですね、まあ、米軍駐留の根拠そのものが根底から揺らぐということで、うん、ですからそれに対してその、まあ、当時のマッカーサー駐日大使ですね、元帥のマッカーサーじゃなくてそれの甥ですよね、ですだからそのマッカーサーが駐日大使ですね、アメリカ大使、駐日アメリカ大使だったんですね、はい、ですから、その伊達判決と一審の無罪判決が出た直後に当時のまあ藤山愛一郎外相に会って、徴約上告、すぐにそのまあ
この一審の米軍は違憲という判決を覆したいので、うん、一日も早く最高裁でそれを審理するようにですね。要するに高裁をやってると、はい、時間かかるから高裁飛ばしてくれと、はい、いうことをアメリカの大使が日本の外務大臣に密かに会って、まあ、促した、まあ、事実上迫ったということですね。あとそのことできるんですか、外務大臣。それはですね、まあ、日本、アメリカと日本がその特別な関係というか、まあ、より事実上の、まあ、日本政府がアメリカに追随してきている歴代の政権の姿勢でそういうことができたということだと思うんですけれど、当時その選挙、当時は岸内閣なんですよね、岸信介内閣で、日米安保改定の交渉が1959年密かにまあ進められていて、まあ、そのうち、まあ、もちろんそのうちは公開されていきますけれども、ですからその日米両政府としては安保改定、まあ、当時あの反対運動も強かったですから、それをその違憲であるという判決を一日前に覆さないと、その政治日程通りにその安保改定交渉ができなくなるということをもう恐れたという面もあるんです、ね。アメリカにしてはもうともかく自分たちが否定されたわけだから、はい、一刻も早く覆してくれと、はい、で日本もその安保改定の準備が進んでいたので、はい、その影響を考えるともう早くその他判決をひっくり返さなきゃいけないという、はい、日米双方の政府がひっくり返す、はい、そうですね、点で、そういうとこで意思は一致してたということなんですね、うん、ですからそういった事実が実はまあ当時はもちろん背後でそういうあの条約上国をあの大使、駐日アメリカ大使が迫ったというようなことは、うん、当然知られて全く知られていなかったんですね。それがあの後であの詳しくご説明しますけど、うん、あの2008年に国際問題研究者で、まあ、日米密約核密約とか問題に詳しい新原昌司さんが、うん、アメリカの国立公文書館で、まあ、秘密して解除されたあの国務省 の、 あの公文書ですよね、うん、いわゆるアメリカ政府解禁秘密文書という、その中にそこに、まあ、駐日アメリカ大使館から国務省への秘密電報ですね、それがあったわけです、1959年3月30日に、東京地裁の伊達判決、米軍駐留は憲法違反という判決が出た翌朝ですね、朝早く、マッカーサー大使が密かに藤山一郎当時外相と会って最高裁の条約条項を促したと記したその1959年3月31日付の国務省への極秘電報なんですね、うん、判決の翌朝早朝からアメリカ大使は動き出したと、そうですね、それがまあここに15ページに書かれてありますけど、その内容を新原さんが訳してるんですけど、今朝8時に藤山と会いと、米軍の駐留と基地を日本国憲法違反とした東京地裁判決について話し合った、うん、私は日本政府が迅速な行動を取り東京地裁判決を正すことの重要性を強調したと、うん、まあ、日本政府が取りうる方策が2つあるということで、うん、東京地裁判決を、その控訴すること、うん、あるいは最高裁に直接上告する、うん、条約上告ですね、うん、でそこで、まあ、マッカーサー大使は、私はその直接最高裁に上告することが非常に重要だと感じているというふうに藤山外相に述べるんですね、うん、でその時に藤山は全面的にそれに同意すると述べたと、うん、いうことで、これ今朝9時にこれから開かれる内閣の閣議で、うん、この条約上告を承認するように促したいと語ったという、うん、これが、まあ、あの2008年に発見されて、うん、もちろんあの日本の新聞でも報じられたわけなんですけど、うんうん、それによってこのこういったいわゆるまあ内政干渉ですよ ね、 すね、外国 の、 ね、あの中日、うん、大使が外務大臣になって、うん、日本で起きたその事件の裁判の判決がに対してこういうふうに条約条項を進む流すなんてことは普通、うん、通常はありえない話なんですよ ね、 そ で、 ね、でそのまあそういうことがあり、さらに条約条項が決まった後ですね、うん、当時の田中幸太郎最高裁長官とマッカーサー大使が密かに会って、うん、いるわけです。これがまたもおかしいというか大問題ですよね。そうですね、まあ、ここでその内密の、まあ、新原さんの役では、ね、うん、内密の話し合いで田中最高裁長官は大使に、うん、本件には優先権が与えられているが、日本の手続きで審理が始まった後判決に到達するまで少なくとも数ヶ月かかると語ったという、まあ、結局その優先権、優先的に、まあ、最高裁はあの年間3000、当時で、まあ、当時の、あので3000件以上何件が上告されてるわ
けですけど、その中で、なんかその審理するっていうのはまずごくわずかですよね、ところがこれにはもう優先権を与えて早く審査をするんだということを、まあ、要するに裁判情報をもうここで漏洩しているという問題ですね、うん、その裁判最高裁長官だから、その最高裁の裁判長になる本人が、田中さんがアメリカの大使に、まあ、数ヶ月かかるでというような話をもうしちゃっているという、ね、優先的に審理はしますよということを言ってるわけです、まあ、そういう事実がその2008年に明らかになったことからですね、当時そのまあ元被告、つまりまあ一審東京地裁では無罪だったのに、最高裁ではまああと有罪、そこで有罪じゃなくてその差し戻しということで、もう一回地裁に別の裁判官が扱うように差し戻して、まあ最終的にあの有罪になるんですがね、ちょっとあの整理する、その砂川、まあ、東京地裁の一審判決がその駐留米軍が意見だと出してしまったために、アメリカ大使がもうびっくりこいて、びっくりして動き出すと、はい、でアメリカの大使はその外務大臣、まあ、内政府に圧力をかけると同時に最高裁自身の長官とも会って、その裁判情報を聞いた、まあ そ, ねまあ、それは審理がどういう進むかとか、どんな判決が得られそうかを感触を得るために接触をしていったわけですよね。まあ教えちゃダメですよね。そうですね。だから距離を保たなきゃ、ね、はい。まあですからまさにその米軍基地に許可なく立ち入られたということで、うん、まあ米軍はまあ被害者の立場にあるわけなんですね、うんうん。ですからまあ裁判の一方の当事者ではあるわけです。ですからその当事者、一方の当事者と裁判官が密かに会って、その裁判に関する情報を話をしているということ自体はまさに不公平、公平な行為ではないということですよね。で、私ね、その話、そのアメリカ の, その判決へ の, その動きを見てるとね、はい、その当時やっぱりそのアメリカいかに一生懸命その日本 の, その判決を潰そうとした、はい、要するにアメリカ是が非でもいなきゃいけなかったと、はい、いかに日本にいたかったかという熱意といいますかね、そうですよね、それを分かってくるわけですね、そうそう、安保条約っていうのはそもそもアメリカに日本に駐留してるっていうのは日本のためじゃなくてアメリカ自身が痛かったからだと、はい、どうしてもそうです、ね、だからその裁判所にまで圧力をかけて、もうその違憲であるということを潰さなきゃいけなかったんだということですよね。でこれはやっぱりアメリカの大使の動きとしても極めて異例な動きなんですよね。まあ、ですからそれは極めて言えるし、大使個人の判断で動いてるはずはないんですね。やっぱりその国務省とか上司、あるいは米国在日米、同じようなあのこういった藤山外相と会ったり、田中最高裁長官と会ったという報告は国務省にも言っていますし、米軍の方にも同じ情報があの伝えられていますから、ね、かなりしつこく何回も会ってるんです。田中長官とマッカーサー大使の2回目の密談を報告する書簡、ジャーナリストの末波泰司氏が2011年に発見した。判決の見通しなど評議の内容に関わる情報が漏洩されている。それはだから2008年まで分からなかった。そうですね、そういう動きがあったってこと。それはまあその秘密指定されていたわけですよね、うん、それがまあ野際さん曰くいつ秘密指定解除されたか分かりませんけれども、うん、あの秘密指定解除された後に、その当時の国務省の文書ファイルをこう見ていく中で発見されたという、そうするとその日本中2008年までそういう 裏のある判決だった、判決の裏、舞台裏というのは知らなかった。そうですね、はい、まあ、当時知られていたらそれこそ裁判官忌避とかですよ ね, そ う, すよね、まあ、そういった大問題になって、はい、いわゆる田中さん、いわゆる砂川最高裁判決、米軍駐留は違憲ではないという判決にすんなり行くとは限らなかったと思いますね。大きな問題になったと思います。わかりました。でまあ、それは砂川判決のこの黒いその背景なんですけども、でその判決の中身自体がその後にすごく大きな影響を及ぼす中身だったんですね。そうですね。でその中に出てくるのがいわゆるまあ統治行為論という、はい、高度の政治性を有する問題は裁判所の司法審査権の範囲外であるということですね。要するに政治的な問題というのは裁判所は判断しないよと、はい、いうことですよね。そうですね、それは国会とかそういうところ決めてくれと、はい、これはちょっと大変な問題ですよね。そうですね。
要するに違憲立法審査権というのは裁判所を持っていて、はいはい、要するに国会が憲法に反する法律を作ったらそれはダメですよという権利を持っているわけですよね、はいはいはい、にもかかわらず高度の正義性を有する問題は司法の審査に馴染まないと、はい、いやこれは全くその矛盾するというか、はい、中身のことを言い出すわけですよね、はい、で要するに政治問題についてはじゃあ裁判所は判断できないのかというような、はい、極めてはその曖昧な流れを作っていくわけですよね、はいはい、でこの砂川判決の呪縛というふうに書いてあります、この、はいはい、要するにこの統治行為論というのがその後にそのどういう影響を与えていったかというです、ね、日本の裁判に、はいはい、この辺はどうですか。で例えば、まあ、米軍機 の, あの騒音訴訟ですね、うんうん、横田基地とか築城基地とか、うんうん、沖縄の嘉手納とか普天間基地とか、まあ、岩国とかそういったところで米軍機があの低空飛行訓練をしたり、うん、早朝から夜間まで、うん、頻繁に飛び回って基地周辺の住民に、まあ、耐え難い騒音の被害を与えてるんですね、うん、でいろんな、まあ、精神的苦痛あるいは身体的苦痛を受けてるということで、うん、まあ、その住民がその憲法その騒音公害であるということで、うん、裁判所にこれまで繰り返しですねその米軍機の飛行差し止め、うん、夜7時から翌朝7時までと、うん、まあ、夜間早朝せめて、夜と朝早くまでは飛ばないでほしいと、そうですね、それを求めてるんですね、ところがその裁判所はその一つ二つ、まあ、あのそれを退けてるんです、うん、常にそこの飛行差し止めは認めないんですね、うん、まあ、その時に一つ使われるのがまさにその安保条約に基づく米軍駐留と、うん、これはまあ高度の政治的政治性を有する問題であるので、うん、その政府とまあ国会というかまあ政治の判断であって、うん、そこに裁判所が憲法違反であると法律に違反あの違憲であるという違憲審査権使用判断をすることはまさに松永最高裁判決を最高裁の権威ある判例として、うん、用いてあの司法審査権の範囲外であるという、うん、まあ、統治行為論を用いたことで常に、施行差し止め請求を棄却をしているんですね。ということは逆に言い換えるとね、ちょっと乱暴に言うとその統治行為論 の, その砂川判決の統治行為論のせいで、はい、もう米軍が事実上治外法権の中に、はい、そうなんですね、存在になってしまったと言ってもいい、はい、いいですよね。ですからその砂川最高裁判決もその憲法9条2項が保持を禁止した戦力っていうのは、うん、その日本政府が指揮管理権を持っている、うん、ものつ戦力であって、つまり外国軍隊に対しては日本政府の指揮管理権が及ばないので憲法9条には違反していないという判断を、まあ、砂川最高裁判決はしてるんですね。ですちょっとそこわからないんですけど、要するに日本その憲法は日本の軍隊にしか、まあ、日本の、まあ、軍隊と言いますかね、戦力ですか、ここで戦力です、戦力にしか適用されない、じゃあ外国の戦力だからそれはアメリカは、その日本の法律の適用外だと言うとしたら、じゃあそいつが悪いことしたら誰がどの法律で裁くんだとチェックできなくなってるってことですよね。そうですね、でその砂川判決っていうのは今もそうなん、今もまあその砂川判決が権威があるためにですね、さっきのそういった騒音訴訟問題とか、うん、あとは米軍の軍用地をですね、強制使用している、うん、まあ、いろんなところで使用しているんですけど、それに対してまあ土地を返還してほしいという裁判もいろいろと起きています、沖縄とかでも。それに対してもあの統治行為論を用いて結局その米軍が駐留していると、その結果強制使用する土地等使用特別措置を駐留軍用地特措法というやっぱりその安保条約地位協定に伴う特別法なんですが、それは憲法に違反していないという判決をやはり下級審は出し続けてるんですね、うん、そうするとその土地を米軍に取られちゃった人は、はい、返してくれと言ったけども、はい、本来は返すべきものなんだけど、まあ、日本人同士だったらば、ただその裁判所はこれアメリカ軍だから、アメリカ軍のやることには口は出せないから、お前は諦めろと、まあ、司法では憲法違反という判断は出せないということを、そういう判決を出すで退けるわけですよね。そうそう、もう泣き寝入りしろということですよね、うん、自主的には土地はまあ帰らないということですねそうですよね。でそれをやっぱりじゃあ今もそうだということは、それは日本国民が容認してるということですね。
まあ、日本国民が容認している、まあ、日本政府が容認しているということなんですけど、まあ、それに対して本来司法、例えば裁判に訴えた場合は、司法は三権分立という、まあ、その憲法の基本原理から言えば、あのその人権が侵害されているのである、例えば騒音訴訟のように人権が侵害されてますし、自分の土地が使えないということで人権が侵害されているわけですから、その人権侵害を防ぎ、あるいは救済するために、あの当然憲法に基づいて、あの判決を出す判断はすべきですよね。で、その最高裁の、まあ、砂川判決、最高裁判決がある判例として、あの非常に大きな、まあ、最高裁判例というのは、どの裁判のどういった種類の裁判でも権威を持つものですけれど、必ずしも、まあ、これはまあ法律関係の人たちがいるところにも書いてますけれど、その憲法76条では、まあ、全て裁判官はその良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束されるとあるように、裁判官が拘束されるのは憲法と法律だけですから、判例には必ずしも拘束はされないんですよね。私もね、これ別のところから聞いたんですけど、私も裁判官ってその判例に拘束されるんだと思ったら違うんですね、裁判官って別に判例には拘束されないんですよね、まあ、それもちろん参考にしていろいろとその判断をするときに、もうひっくり返しても全然構わないんですよね、ただそのひっくり返すまま上級審まで通るかどうかっていうのは問題だけれども、ただ今までそういうひっくり返す判断をした裁判官っていうのは、その東京地裁の伊達さん以降はいないわけですか、はいはい、まあ安保関係、そのこの砂川の最高裁判例に基づくものをひっくり返したものはないですよね、私の知る限りはない。そうすると土地はアメリカ軍に取られても、その夜間飛行機をブンブン飛んでその騒音でも、やっぱりその騒音差し止めはできないと、そうですね、土地は返せないと。そうですね、まあ、騒音訴訟では騒音自体は違法であるから、その損害賠償は認めてるんですよ。ただその賠償金払うのは日本政府です。本当は、まあ、地位協定に基づくと、あの米軍の活動によってそういった例えば騒音被害が起きた時は、75% アメリカ軍が負担をして、 25% を日本政府が負担するというところが、アメリカ軍はそれを認めないんですね。つまり米軍の活動によって騒音被害が起きている裁判所が認めても、それは米軍には責任はないんだということを米軍は主張していて、日本の外務省が、まあ、これまで、まあ、新聞報道等によると、あの米軍側にもう払ってほしいという求めてるんですけど、米軍はそれを拒否しているので、仕方ないから全額日本政府が払ってるという。それもやっぱりそのアメリカ軍やりたい放題、まあ、日本政府の弱腰です、ね。まあ、非常に簡単に言うと、砂川判決というのはアメリカ軍やりたい放題を、要するに日本の裁判権放棄を裁判所自体が認めた判決で、それの流れは今も裁判を拘束していると。そういうことですね、まあ、米軍の特権にこの墨付きを与えたということですね、それを司法が、まあ、憲法体系に基づいて人権を侵害を救済するための憲法判断、司法判断を下せないような、実質的にですよね、下級審を縛るようなものとして砂川最高裁判決が利用されているということですね。裁判所って究極何をするところだと言ったら、やっぱ人権を守るところですよね、はい、その刑事事件でもそうだし、はい、裁判所って別にその罪人をあの裁くだけじゃなくて、はい、要するに民事でも刑事でもその失われた人権をその救済すると、はい、その人権が不当に失われたらそれは救済するんだという人権を守るっていうのは存在ですよね、第一義の。そうですね、要するにアメリカのやることについては、その裁判所はその人権が侵害されても黙っちゃうと、はい、つまりその人権を救済するという裁判所本来の役目を裁判所はもう放棄していると、アメリカ軍関係に関してはということですよね、はい、それはもう裁判所の自殺行為ですよね。そうですね、ですからまあその砂川のこの国賠訴訟は、そもそもその砂川最高裁判決の背後に、田中最高裁長官の情報漏洩が、アメリカ側への情報漏洩があったから、不公平な裁判所、公平な裁判所でなかったという憲法違反の判決であったんだと。でその憲法違反の判決に基づいて、そういったその人権侵害を救済するような司法の、
本来の機能が損なわれる状況を作り出してきたことをもう一回その見つめ直し問い直して、うん、本来の三権分立の一角になる司法へ の, その信頼性が今損なわれたんですか、うん、それを回復するように、しなきゃいけないのではないかという問題提起をしているということなんですよね。でそのアメリカ軍やりたい放題をにお墨付きを与えてしまった砂川判決があって、はい、でまあ今もその流れが続いてて、それそうするとですね、そのアメリカの特権っていうのはずっと守られるわけですよね。誰からもとやかく言われない、まあ、現状では、まあ、日本政府がそういった、うん、例えば地位協定の抜本的改定にも常に後ろ向きっていうか、うん、取り組もうとしませんよね。そうするとそのアメリカ の, その特権といいますかね、はい、要するに日本の裁判所も裁判所を口出せないということは警察も全部口出せないということですよね。それ他には例えばその騒音とか土地とか、他には例えばそのいろんな密約とかそういうのがあるって聞きますけど、はい、その基地の使用とかそれも全部アメリカ軍が思い通りにできると、はい、基地というときに、まあ、施設区域っていうんですよね、地位協定では、まあ、実質で基地とかなんですけど、うんはい、施設区域という時には、その基地の例えば上空とか、うん、それからそれで訓練空域とか、うん、あるいは訓練水域とかそういったその範囲、あるいはまあ横田空域のように、うん、その地位協定上別に条文の規定もないんですけれども、アメリカが航空管制権を握っていて、民間航空機がアメリカ側の許可がなければ立ち入れないような広大な空域を確保しているわけですよね。だから、まあ、基地だけに限定されない米軍の活動、米軍が自由に活動できる範囲というのは非常に広いですし、低空飛行訓練のように北海道から沖縄までの日本各地を縦横断する形で勝手に低空飛行訓練ルートを設定するしてるんですけど、これはもう基地とも全く関係ない、基地と基地の間のところを飛び回ってるわけです。勝手に設定してるわけです。そうです。ですからそれも地位協定っていうのはそもそも米軍がの権利義務、つまりまあ日本でアメリカ軍がどういうことができるかということを取り決めてる、規定しているものですよね。ところがそういった米軍の訓練飛行とかは訓練空域っていうのは一応28カ所、あるんですよ。ほとんど沖縄周辺で、あと本州周辺が9か8カ所かな。で大体海の上なんですよね。でそれは一応まあ地位協定に基づくとされているんです、両政府の間の取り決めで。ところがその全然その訓練空域ではない日本の陸地の上を飛び交ってるわけで、定期飛行訓練勝手に飛んでるわけですか。それは本来は地位協定 の, 権限では、権利、地位協定からは導き出せないものなんですけれど、結局日本政府は最終的に日米安保条約を結んで、地位協定上明文の規定はないっていうことは政府も国会答弁で外務省も認めてます。だけど米軍駐留を安保条約によって認めていることから、米軍は必要な軍事上に必要なこの低空飛行訓練は射爆撃っていうか射撃とか爆撃とかを伴わない限りは安保条約上、安保条約を締結して米軍の駐留を認めているという一般的な一般論、いわゆる一般論からそういったことは認められるというふうに国会答弁で、解釈を変えてる。1987年頃です。80年代に変えてるわけです。安保条約があるから地位協定で米軍のことは定めているわけですよね。はい、ね、はい、でだけどそのじゃあその地位協定以外のこともそう、結局はまあアメリカが結局その必要な訓練を始めるわけですよね。じゃあ全部いいと、だから既成事実をまあ日本政府は黙認していくわけです、追認していくわけです。地位協定いらないじゃないですか、まあ、本来地位協定ですから、まあ非常にめちゃくちゃそういう厳密に国際法とか法理論的に見ていけば日本政府の見解っていうのはめちゃくちゃなんですよね。めちゃくちゃですよね。でそのここに全土基地方式っていうのがある。それはアメリカの特権、全土基地方式、まあ、それは地位協定によって結局その
どことどこを基地と基地、まあ、施設区域ですよね、うん、米軍に提供するということをあのはっきりと決めていなくて、それは日米合同委員会であの決める提供するとあのどこを基地として基地というか施設区域として提供するかは日米合同委員会で話し合って決めるということになっているわけです、うん、まあ、日米合同委員会であの秋目高いそのアメリカの軍人と、はい、それからその日本の官僚、まあね、外務省と法務省と防衛省ですね、はいはい、が、まあ、週に2週間に1回ぐらい集まってこう、はいはい、決めてその中身一切非公開というやつですよね、はいはい、それはまあ地位協定に定めてはあるんですよ、うん、その施設区域の提供に関しては日米合同委員会で決めるという、うん、ですから国会での承認とかはそれはいらないんですね。その日本の空であり海でありっていうことが、はい、その日米合同委員会の、まあ、一番役人同士の話で役人と軍人の話で勝手に決めるまあ密室の合意で決められてる、うん、ということです、ね、それに対しては国会もの審議もいらないし、ね、明文化される法律もないと。そうですね、法律がなければその裁きようもないと、うん、いうことですよね、まあ、本来はそういうことに対して司法が違憲判断を、うん、するようにできなきゃ、うん、歯止めをかけるようにならなきゃいけないんですが、砂川判決の呪縛があるために、うん、そういったところにも司法は全く立ち入れないという、うん、まあ、立ち入れないというか立ち入らないというか、本来その気迫を持って、うん、気概を持って判断する裁判官がいればね、うん、できるはずなんですけど、うん、そういう裁判官いないということで、だからまあ裁判官のその司法の人たちのその裁判官の意識をやっぱり変えて欲しいですよね、うん、そういうふうに砂川判決にとらわれないような、うん、本来の人権を救済する、うん、守る人権を守るという立場に立ってですね、うんうん、でまあ、このままそうするとそのアメリカ軍やりたい放題が続いていくとね、はい、まあ、そのやりたい放題もだけどその砂川判決という、まあ、日本の最高裁のお墨付きがあるやりたい放題ですから、どんどんやりたい放題を拡大していくとですね、将来的には具体的に今後どういう問題が発生すると考えておられますか。まあ、どういう問題というか、まあ、そもそもまあそういったその日本米軍のいわゆる基地被害といいますか、うん、米軍が行っている、まあ、米犯罪もそうですし、最近ではあの沖縄の基地、カネラー基地とか普天間基地とか、まあ、あの泡消火剤というんですか、あの有毒物質を含んでいるものが流れ出したり、地下水を汚染されていて、住民の血中濃度というか血液のなんか調査がね、その汚染物質が多分含まれているような調査が出てますよね、まあ、横田基地周辺でもそういうことは調査されて分かってますけど、そういうやっぱりそのあるいは騒音被害もそうですけれど、そのまあ、日本のまあ国民市民の生命とか安全とか、うん、あのそういった生活、そういったものをがやっぱり米軍の軍事活動によって侵害されている状況がさらにこう続いていくということで、あの日本がまあアメリカに対してか、まあ、いろいろ主権国、うん、主権の独立国としてのあり方がやっぱりどんどんもう形骸化といいますかね、あの空洞化していってるわけではないですか、うん、ですからそういったまあ米軍の特権をこのまま認め続けていくということと、うん、さらにこの現在 の, そのまあ安倍政権の下で集団的自衛権の行使を認める、うん、あの解釈会見を強引にして、うん、まあ、その時にまあ砂川最高裁判決を無理やりに、まあ、あの米が安倍政権は曲解とかねじ曲げて、あの根拠に利用したんですけれども、まあ、それに基づいてその米軍の海外で起こす軍事活動に日本のまあ自衛隊があのどんどん協力を、軍事協力を深めていく方向ですよね。うん、というかもう完全にその出っ地というかその、まあ、その下に補完勢力として動くような形ですよね。足軽みたいに使われるわけですね。ですからまあそういうその、そういう意味でその日本の主体性がどんどん失われていっていくということで、まあそういった結局まあ米軍の特権を認めていると、米軍の特権をどんどん追認していくというあり方、うん、の姿勢がこう続いていく限り、まあ、その日本という国は日本人、日本国民市民が結局アメリカの世界戦略に利用されるだけ利用されていくと、うん、いうことの道をたどこのままたどっていっていいのかということですよね。そうするとその米軍アンタッチャブルというか米軍やりたい放題にお墨付きをつけたその田中幸太郎という最高裁、大変なことしてくれたという。そうですよね、やっぱりだからその
裁判上の漏洩ということによって、結局不公平な、まあ、不透明な最高米軍の特権を認めていく、憲法体系を認める、憲法体系の上に、上位に立たせるようなことを、まあ、司法の世界で認めてしまったということですから、その三権分立をまさに空洞化させてしまったということですね。そうするとそのどこかでその砂川判決をひっくり返す、さないと、そのアメリカやりたい放題、アメリカアンタッチャブル、事実の違い法権は治らないと。そうですね。さらにそれは特権が拡大していくと、アメリカの世界戦略ですね、に利用されて、日本人が被害を受けるということですよね。そうですね。まあ、ですからそういう意味でこの砂日米安保と砂、まあ、砂川判決の黒い霧というです、ね、まあ、私のこのタイトルに込めたのは、そういう黒い霧に包まれた判決だったんだと、黒い霧に覆われた判決であったといったことの事実真実をですね、まあ、広く知っていただいて、砂川判決自体がもたらして、砂川判決そのものの、まあ、この背後の黒い霧とそれがもたらしているこういった呪縛が、現在まで大きな被害を及ぼしているんだといったことをもうそういう認識を広く持っていただいて、やっぱりその砂川判決、最高裁判決の正当不当なものだったといいますかね、それをもう一回問い直す機運が、まあ、高まってほしいと思いますね。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。